今日は4月20日です。本来今日で全部ねパッと終わらしちゃおうと思ったんだけど、まあ、疲れが溜まってなんか寝てもなんかあんま寝てないんでどうしたもんかなっていう感じです。はい、で今ここは俺部屋ですね。で何をずっと悩んでたんですよ。何をずっと悩んでたかっつったら、ここに低いね30センチぐらい下にあの引き出し入れれるあの引き戸を入れようか、床の低いね寝床にしようか、またここを使った寝床にしようか悩んでて、で結局のところあのまともなさ寝床がなあの床に寝るっていう部屋がないんですよ。あの全部部屋が狭いもんだから半ロフトベッドっぽくして、まあ、直感で作ったみたいな感じなんですけど、多分この部屋はちょっとあの押し付ける床低いところに寝ようかなって思うんだけど、うん、でもそうするとあのスペースがないんですよ。まあ、いかんせんあのこれ引き出しとかを、まあっち入れたいんで、その収納力を上げたいわけですよね。なので、まあ、ちょっと収納力を上げるということを考えるんであれば、ここをもうちょいこの何でしょう、襖のレールかな、襖のレールの幅増やして、まあここに、まあ、2メートルの木があって、まあやっぱり2メーターかける88とか、まあできればシングルの近くに近しい、ここまでやっていきたいなって感じなんで、で問題いかんせんここのスペースとここをどう埋めるかっていうところで、まあちょっとこれを使っていこうかなっていう感じです。はい、なのでまあ、やってみますと、はい、でどうするかだよな、まあ一応やっていくことはやっていくのは、まあ、一応ね通媒台があるんで通媒台を3本立てて、そこに引っ掛けていくような感じでやっていきたいと思います。はい、ですね、今回は、まあ、今回ってか、まあ、ずっとですね、これはですね、まあ、俺部屋ですね。まあ、俺の部屋略して俺部屋ですね。まあ、野だけしか略してないっていう話ですけど、まあ、ここのね、ちょっと、おこもり空間チックなベッドを作るんですけど、意外と苦労しましたね。まあ、あんまりこういう長尺の人は好きじゃないんで、まあ、でも、じゃあ、一応台を運んでいきますと、まあ、一応ですね、ここはもう通媒材の端材チックなものをフルに使いましたね。まあ、90でもなければ 85.6 とかね、そういうすごい半端なあの寸法だったんですよね。でも多分もともとの寸法がそれなので、まあ、これもどうしようかなという感じでした。でここはもともと多いな、なんだろう、多分家主の人が住んでた一人部屋なんだろうね。まだね、大体なんだろう、宴会部屋みたいな感じ、宴会小屋みたいな感じでしたね。だからあんまり住むには、まあ家半分以下で住む、そんな感じの作りですね。エアコンもないし。まあかなりね、急ごしらえみたいな感覚というか、感じが、まあ、見て取れる、そんな家なので、まあ、ワイヤレスといえば、まあ、構造材とかをね、変にぶった切らなければ、全然DIY をめちゃくちゃやっていけるんですよ。一枚も断熱材がなく、ほんとプレーンな、構造で立ってる戸建てなのか、小屋なのか、小屋を増築した平屋みたいな感じなので、まあ、田舎にある特有のなんだろう、なかなかすごい増築した家みたいなことはないですね。0円のものもありましたけど、それすごくて、外壁も内壁もコンパネで作ってあるっていう家もあったからね。これ増築していいのっていう話だったけど、多分増改築の申請出してないっすね、あれ。だから、結構なんだろう。
今宅建の勉強を始めましたけど、あの違法建築物は空き家バンク絶対多いなっていうのがもう分かるようになってきましたね。なんとなく肌感覚で欲しいな、いや欲しくねえなっていう、ね、DIY やりやすいかやりづらいかで物事判断してましたけど、その向こう側の書類関係、それも見えてきましたね。まあこれに、ここに関してはまあね、シロアリが全然いないのと、家が傾いてないのと、雨漏れがない、まあ、直した跡はあったんですけど、まあ、バチッと直ってましたっていうのが多いのと、あと屋根裏が結構行きやすいのでメンテナンスがやりやすいって感じでしたね。まあ大体そういう物件だったので、自分の部屋もこれ作り替えがあったし、多分結構簡単な部類だったような気がしてます。はい、今が8時ぐらいですかね、夜の。もう暗くなっちゃった。まあなかなかなんかね、動かんすね、体が。もう、もあるしね。でもまあ一応今日でちょっとこれを取りさせて、もうそろそろあの、電光日誌と、もうプレイオープンというか、もう今年のオープンしないと、あとは、農作業バイトをちょっと秋田でも発掘していかなくてないんで、まあそれの作業っていうか、ために今ちょっとはずっとね、これを考えていて、このあーでもないこうでもないって考えていて時間過ぎた感じですね。じゃあ一応これやっていきます。あとこのね、受けですね、受けの作り方が分かると結構あの強度をそのまんま保つことができるのと、あとはその今買ってきましたけど、こういう金具っすね、こういう金具を買う手間省けてくれるんで楽っすね。一番手間の分お金を省くことができるんで、楽だなっていうところですけど、まあ、やっていきますか。この時はまあ夜までかかりましたけど、まあ、4月の頭だったんで、もうちょうど5月28日、電工2士の一次試験があったんですよ、昨日ね。だから、スキー場の進み込みでかなり、できるとか、正答率はもう、計算問題をやってないんで、計算問題は全問正解としても、それ以外は全問正解できるくらいまではなったんで、まあ、あとはちょっと見つめるとか、やっぱりね、問題も離れると忘れていくので、やっぱりそうやって決めたことがある以上は、もうお金払っちゃってたから、それに対しては、こう、意識聞きたくなかったんで、教科書だけは開いておきたかったですね。でもまあ、あと、なんだろうな、自分の寝床がまだ定まらないから、休みたいからちょっと頑張ったみたいな感じですね。うん、自分の部屋がないとちょっと厳しいっす。はい。さっきですね、ここ、今度はこの板を支える、つっかえ棒を作ってきました。で、まあ、これは垂直を支える、まあ、つっかえ棒なんで、まあ、これ腰掛けだったっけな、腰継ぎだっけ。ちょっと YouTube で見たんですけど、まあ、これで、端材を組み合わせて、まあ、つっかえだったら全然いけるので、あとはね、あっちのベッドにも一本材使ってるんで、まあ、全然強度的にもいけるだろうということで、これ使っていきます。まあ、一旦もうこれは作り金手を置いて正解だなとは思ってます、未だに。まあ、なんせね、ちょっとね、電光2種がないんで、やっぱコンセントの位置ですよ。やっぱりその天井裏のね、隠蔽配線っていうものがどれだけ快適なことを、ものをもたらすかというところですね。はい。なんでまあ一応点検口を3つ作ったんで、その3つのうちのどれか1つからね、簡単に電線コードを引っ張っていけるんで、やっぱり点検口を念のため3つ作ってよかったし、まあ、こういうことを見越してはいなかったけれども、こういうことが起きるっていうことがあったので、まあ、今までやってきたことが、ね、コネクティングザドットではないけれども、まあ、点がいい感じの線には、なり始めてきたなっていうことはかなり実感してますね。で本来、腰継ぎってビスでやるもんではないんで、まあ、これは人が乗るわけじゃなくて、まあ、単純に、板を支える縦に置くんで、そこまでの強度は気にしてないです。はい。まあ、今日終わらせようと思ったんですけど、また、この部分どう継ぎ足そうかでちょっと悩み始めたんで寝ます。でまた あれが必要ですね、材が必要なんですが
新しい材を切るかどうかでちょっと迷ってます。まあ、あんまりね、補強材を継ぎ足した材、端材を使ってもいいんだけど、まあ、端材で使ってもいいけれども、まあ、端材でちょっと行ってみましょうか。頑張ってね。はい、こんな感じです。まあ、こんなこともありましたよ、的な感じですね。まあ、この時点で、家のリフォームと電工2種の勉強はかなり立て込んでた、そんな感じです。はい、今日もありがとうございました。バイバイ。